はい、えー、皆様、こんばんは。カープホークス、です本日4月の28日、日曜日ですね、本日も、えー、デーゲームで行われました試合の振り返りを、えー、お伝えしたいなと思います。まずですねセ・リーグ広島東洋カープのです、ねえー、試合の結果はどうだったのか振り返りたいなと思います。 今日のの、ね、先発投手は、えー、中日が高橋宏斗と広島の先発投手はクリーアレン投手の逃げ合いとなっていたということです。えー、今日はね、今日も広島というカーパスね、番手にドームで中日とのね、えー、5回戦が行われまして、今日の中日先発はね、今季初登板となった高橋宏斗投手で、初回はね、ワンアウトから野間がね、センターヒットになるんですけども、 続く小園の松山は凡退に、えー、抑えられて先制ができず一方の先発のカープクリア連投手は今季5度目の登板となって試合,で試合前までに0勝2敗で防御率4.05分の成績となっていて中4日の,中8日のです、ね、前回の19日巨人,巨人戦でのね 6回を2安打無失点に勝ち負けがつけなかったということでクリは、えー、初回は岡林はファース,ファーストフライで田中幹也を、えー、セカンドファールフライに抑えてカリステはセンターフライと3人で退けて2回の攻撃でカープの攻撃ですね先頭の坂からファーボールを許すんですファーボールとなって 右笹はセカンドゴロの併殺だと好機を広げれることができず続く栗は2回先頭の中田,に中田翔にファーボールとなって細川はサードゴロで併殺座に打ち取って3回の攻撃でツーアウトから、えー、チャンスの場面であごめんなさい、えー、とチャンスじゃなくて秋山がツーベースとなってチャンスとなって野間はファーボールで1、2塁としますが小園はサードゴロにこの回もカープは先制ができず 続くクリは4回、借り捨て、中田、細川のクリーンナップを三者凡退に抑え得点を与えず、だが打線は4回、5回とカープは走者を出せず0対のままクリは5回、先頭の上林にフォアボールを出すんですが後続を抑えて6回の攻撃も秋山、野間、小園とすべて内野ゴロに打ち取られ、この回もカープは。 チャンスを作ることができず、先制もできず、えー、9回、えー、クリは6回、えー、先頭の岡林にセンター安打で、田中幹也に、えー犠牲えーえー、送りバントを決められて、仮りて中田翔ともにショートゴロに仕留めて無失点で抑え、7回の攻撃で先頭の松山がレフト安打で、ダイソーは久保に代わって、 坂倉はバンと失敗の三振で抑えられて続く宇草は空振り三振そして矢野はセカンドゴロに倒れて点が,点が遠ざかり先制できず打線は8回も中,中日の2番手松山に田中代打の田村秋山を三者連続三振に終わり 8回は2番手島内が代打の大島、岡林、田中幹をと3人を抑えて9回の攻撃は中日の、えー、守護神マルティンス、野間、小園、久保は快音を響,響かなかったということで続く9回は守護神、そしてクローザーの栗林がワンアウトから中谷にセンター安打となってさ坂倉の 放一、えー、で二塁と進められて中田の代走から小田に変わって細川はショートゴロそして上林は、えー、勝負を避けて深告系でツーアウト一二塁から代打の山本をレフトフライに打ち取ってここは、えー、栗林が、えー、抑えてそして、えー、抑えたあとにすぐ、えー、延長10回の攻撃は坂倉は。 セカンドフライそして途中出場の菊池はショートゴロ矢野はレフトアンダーとなりますが、えー、とここから盗塁に盗塁となって勝ち越し行に代打堂林はサードゴロに倒れて勝ち越しとはならず10回は4番手矢崎が先頭の村松にファーボール代打石川拓也にヒットとなってノーアウト一塁となって岡林のバン岡林はバンと失敗の後、ファーストフライで えっとファーストのファールフライで田中幹也を空振り三振もカリステにファーボールを許すんですがツーアウト満塁でサヨナラのピンチとなって続く代打の宇佐美をセカンドゴロにしとってえサヨナラの場面でなんとかピンチを抑え11回は5番手森浦が先頭の細川のサードゴロをえ小園が失速してしまってエラーとなって 続く上林が送りバントで山本にセンター安打そして代打の福永を進行系してまたも、えー、ワンアウト満塁のピンチで石川隆也をセカンドフライで続く岡林をセカンドゴロで3イニング連続でのさよならの危機を逃れたということです。続く一方の、 12回表、カープの攻撃はツーアウトから菊池がツーベースも矢野は見逃し三振でこの回、カープの勝利がなくなって広島は、えーっとですね、一方です、ね、6番手の、えー、っと0対0で迎えた12回裏ですね。 6番手は堀江は堀江がマウンドに上がり田中幹也をショートゴロそして代打の三好を空振り三振そして最後は宇佐美をショートゴロに打ち取って、えー、両チーム引き分けということで泥試合となって、えー、カープはね今季3度目のね引き分け試合となったということでこれで、えー 広島は中日に今季3度目の引き分けとなって10勝10敗3分けで勝率を5割に戻したということです。ですはい、えー。今日はね、えー、選手たちはね、えー、チャンスは作ったんですけれどもね、えー、なかなか点が遠くて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 ,遠くて、ね、はい。うん、なんでしょうね。これで。 前回のね、えー、先週の巨人戦ではね、えー、初戦は引き分け、そして第2戦は勝って、そこから第3戦はね、えー、ゴールドゴールド試合となったため、引き分けで、今季3度目の引き分けということです。はい